平気物語熊谷の次郎直ねステップ編です大事な言葉や文法についてお話をしていきますさあ、えー、この人一人打ちたてまったりともですね、えー、区切りをつけるとこのように打ちたてまつたりとあるように見えますね えー、まず「縦松」ですがもともとは「まつる」という動き言葉動詞です。状を表します。ではどのように訳すのかとなりますが今回は「お〜何申し上げる」という訳し方がいいでしょう。もちろんね献上、えー、の表現で「お〜何する」 といいう言い方もあります。ですが特に「平気物語」においては「えー、おないな申し上げる」の方が皆さんの学校で使っている教科書などに出てきていますのでこちらで覚えてしまいましょうね。もちろんこの「申し上げる」ですけれども「言う」という言葉とは全く関係がありません。ただ、えー、ある中心になる動き言葉動詞があって「 その動作を自分がへり下って表現するときには「を何々申し上げる」といってへ、えー、り下るための表現であるということを忘れないでくださいね。その「つるが今回は「たてまといって、えー、大きい通が、ね、あのホップ編でやった通りですけれども小さい通になっています。さあタリですタリは 助動詞です。完了の助動詞の足りて何々したと訳しましょう。巻くべき戦に勝つべき用もなし。このべきは終止形はべしです。推量の助動詞のべし、何々だろうですね。さ、あ、ここでえー、っとちょうどいい機会なので、この水量の助動詞について復習してみたいと思います。 皆さんが知っている数量の助動詞え、代表的なものとして無があると思います。これも何々だろうですよね。じゃあ、数量の助動詞のこのべし。べしの方は同じだろうなんですが、その意味合いが強まるんです。きっと何々だろう。 という,ふうに、えー、ただ水流の助動詞「む」だろうではなく「べし」の方がその意味が強い「きっと」という言葉を補って、えー、ちょうどいいぐらいですね。この水流の助動詞、えー、例えば「む」や「べし」他にもあるんですがそれらについては、えー、高校生になってより詳しく勉強はしますが今皆さん「む」と「べし」の簡単な違いについて、えー、知っておくのがいいですね。 さあ次の文に行きましょう。また、うちたてまつらず「縦、ねま、らですが先ほどと同じです。縦つる。同じことを書くことになりますので、えー、ここでは省略しますね。では「図」ですね。この図は打ち消しの助動詞ですね。 〇〇ないとなります。はい、では中心となる言葉がこのうちですね。なので、またここでもおうち申し上げる、それに打ち消しがつくので、おうち申し上げないですね。 えー、具体的な現代語訳の仕方は次のジャンプ編でしっかりとお伝えしますので今は言葉を区切った状態で理解していくことにしましょう次、勝つべき戦にのべき先ほどと同じです数量の助動詞のべしですね次に進みますよもあらじこのように分けられますえっ、ー、とこのよもですが まさかという意味の副詞ですそしてまさか何々ないだろうという言葉と一緒に使いますこのないだろうに当たるのが字なんですこの字は少し難しいですが頑張ってください打ち消し水量の助動詞の字なんです 打ち消し水量、えー、水量なないにだろうということを打ち消すすのでなないだろうとなりますもちろんねこれも高校生になってしっかり勉強するんですが今この「字」が「ないだろう」という意味があってそして「よも」「ななにに字」で「まさかないだろう」とセットで使うんだということは知っておいていいでしょう。次「小次郎が薄れをたるをだに」。 このたりは官僚の助動詞のたりです。ですから、ないなにしたというふうに訳せますね。えー、なお座には心苦しゅうこそを思うにですね。えー、っと、熊谷の心の中のセリフなんですよ。 これ実際に口に出して、えー、言っているセリフとは違いますあっぱれ大将軍やからこの括弧の終わり助けたて松ラバヤまでは心の声ですで自分のことをなおざねと言っているわけですはいでこの中できっと皆さん気づいてらっしゃると思うんですよこそなんですこそと見るとそう かかり結びの方策だと、えー、ピンときてくださっているのではないかと思いますが、ごめんなさい、今回はちょっと違います。えっ、ー、とですね、かかり結びの法則というのは、えー、どこかで文が終わる、結ばれないといけなくなるんですが、今回はそれはありません。そして、文中で使われている場合、えー、それこそというような意味でつないでいかれることが多いのです。で、 なおさねは心苦しくそれこそ思うというのもちょっとあのー、順番的に自然な日本語ではありませんので、えー、ジャンプ編でお伝えはしますがこのように、えー、文の塊の最初の方に持っていくのが収まりがいいと思いますよ詳しくは次のジャンプ編でこの殿の父、打たれぬと聞いてですさあこのぬ なかなかのクセモですではここで皆さんにちょっと質問をします打たれぬの無打たれたなのか打たれないなのかどっちでしょうかはい、何々したの完了の助動詞のぬなんですね打ち消しの助動詞の図何々ないではありませんそれはこの打たれの言葉を がが鍵を握っていますが今はそんな話もうここで止めておきましょう、えー、詳しくは高校生になってからということにしましょうかねちなみに今「打たれ」と言いましたが打たれれぬと切れるんですさあ困惑している皆さんの顔が目、えー、に浮かぶようですがもう少し頑張ってくださいこの「れ」は今は書きませんが受け身を表しますですから「打たれた」と聞いて まあ、つまり、えー、敵に撃たれてしまったということが補えるわけですね。さあ、次です。いかばかりはどんなに。と訳しましょう。嘆き、たまは。うんず。らん。えー、たまはも。うんずも。らんも。 どれも大事ですけれども、今皆さんにとってやはり敬語というのを一番マスターしておきたいえ、いただきたい、そういう作品になりますので、タモウの方のお話をしておきましょう。さあ、タは尊敬の表現です。おお、なにななさるというふうに訳します。ですから、お嘆きなさるです。そして、 えー、んずらん今回はこのまま覚えていただきましょうかね詳しいことは高校生になってから、えー、だろうという意味ですあわれはああという心の声まあ、ため息のようなものですが出ています助けたてつらばや 縦、えー、らは縦つる。謙譲の表現です。最初にも出てきていますので、えー、ここで書くのは控えておきますよ。次の「ばや」ですがこれは助詞なんです。そして「えー、何々したい」という願望を表します。と思いて後ろをきっと見ければ。 源氏型の武将たちがどんどんやってきてるんです。問いという武将とカジバラという武将が出ています。彼らが50期まあ、馬に乗った武将50人と思ったらいいでしょう。ぐらいで後ろから続いてきている。熊谷はそれを見て涙を抑えて申しける。今回の申しですが、これは言うという意味の言うという意味の謙譲語ですね。 「申し上げる」というふうに訳しましょうね。そして、「ケる」はもうおなじみでしょうか。過去の助動詞の「蹴り」です。何々したと訳しましょう。ということで、熊谷が涙を抑えて、そして申し上げたことにはこんなセリフです。これは実際にしっかりと声に出して、 えー、平家の若武者に伝えようとしていますよ話しかけています助けまいらせんはいまいらすは現状表現ですえー、っとこの直実のお話の前半でお何々するという意味のようで訳しましたが、えー、どちらも わかるようにしておいてください。今回は、を申し上げるという風に訳すことにしますよ。次です。下に続いていきます。この、ん、ですが、えー、水量の助動詞の、そう、むです。今回のむは、何々しようという意志を表します。 えー、熊谷の次郎直谷の一詩ですね存知将来の将来に着目しましょうこれは丁寧の表現ですですから何々ますまたは何々ですと訳しますそしてどうもこれは接続助詞でしたねもう書かなくてもだんだん分かっていってくださっていると思いますが、えー、私は いつでも書くようにしますね、えー、接続助詞の「どうも」「何々だけれども」と訳しましょう、えー、味方の「軍病」を、えー「軍氷」というふうにパピポペポの音で「えー、軍氷」と、えー、読む場合もあるそうですが「えー、軍氷」と言いましておきます。のごとく えー、これは助動士のごとしから来ていまして、えー、何々のようだです。運か雲や霞のようだ。次の騒動です、えー。丁寧の表現ですが、今回は、何々があるという意味で使われています。軍病が雲や霞のようでございます。 と伝えてるんですね。さあ次またよもが出てきました。よ、えー、もは字と一緒に使うと先ほどお話ししたところです。ですから、えー、細かい解説は飛ばしまして字に着目するということをもう一度お話しします。そして逃れさせたまは字と切られるわけなんですけれども。 えー、この「させ」も「この玉は」もう尊敬の表現です。じゃあもちろん平家の大将軍を高める平家の大将軍が逃れるそのことを高めた表現ですね、えー、具体的には次のジャンプ編でお話しすることにしましょう。 さあ次です。人手にかけマイラセンとありますね。えー、っとまずマイラスについてはもうお気づきの通りです。謙、え、譲、ー、の表現です、えー。ですから、熊谷自身の行動をへりくだって表現する。かけるですね。 はい、続けます。同じくはなおざめが手にかけ参、ま、らせて。はい、敬語じゃないものを見ると、ちょっとほっとするようになってきたと思うんですけれども、えーっとがは格助詞の画です。のに置き換えることができますよ。なおざめの手にはい、また出てきました。かけるそれをマイナスで謙譲表現にしています。さあ マイラスの訳し方は大丈夫ですね。を何何申し上げるですよ。で、後の音響用こそつかまつりそらわめ音響用これは極用です。ですから、えー、手にかけまいらせるということは尚也、ね、自身の手によって、えー、この若武者を打ち取ろうと。 いうふうに決めたわけですね。そして、えー、その若武者の死後の極刑、えー、をつかまつり、空は目。このつかまつりですが、えー、動詞のすの現状なんですね。えー、っと古文ではす となりますが、えー、現代語ではするという意味です。ですから、それを謙譲、えー、の表現の言い方にすると、至す、と訳すのがいいでしょうね。次のソウです。定年語ですね。何なますとしましょう。 えー、さらに目があります、えー、横に書いていきましょうかね。これは水量の助動詞の「そうむ」なんですよ。で、えー、今回は「何々しよう」という意思を表しています。ではなぜ目になっているのか。 そうお気づきの通りですね。えっ、ー、と見やすくするために色を変えます。本当はね文法事項なのでえっ、ー、と赤で書きたいところですが、そうこその係り結びの法則が起きています。文の結びは依然形です。 あまりにたくさん敬語が出てくるので、えー、こういった他の文法についてあれ何だったっけなと、えー、ちょっと忘れたぞと思われた方は、えー、第1章の古文の言葉係り結びのところを見てくださいね。ともしければはい「け、え、れ、ー」は過去の女同士「けり」ですね。えー何々したです「は接続女子のです今回は何々したところ」です。 さあどうなるのかはいこうなりました、えー、ただとくとく首を取れですねとくとくはさっさとという意味ですとぞのたまいけるとぞのたまいけるですねで、えー、のたまうのたもうですけれども これは、えー、おっしゃるという意味です。尊敬語なんですね。口から言葉を出す、言うという意味を高めて、おっしゃるとなります。では、またここで係り結びの法則見つけられましたか、えー、象の結びは相連体形ですね。 ということでもう書くのは省略しますが過去の助動詞ケリが連体形のケルになっているわけですよ熊谷あまりに愛おしくてとありますこの愛おしはかわいそうという意味です伊豆くに刀を断つべしですね、えー、水曜の助動詞のべしが出てきました はいえー、前半でも出てきましたね「水流の助動詞」の「べし」今回は「何々のが良い」と訳しますそして「覚えず」の表現ももう2回目ですね前半で出てきています覚えずでわからないという意味でしたね「目もくれ心も消え果てて」「目もくれ」の意味「心も消え果てて」 それぞれの意味ですがあえて今私はここでお話しするのをやめておきます。皆さんはこの熊谷の置かれている状況を考えて少し想像しながら次のジャンプ編をお待ちくださいね。前後深くに覚覚覚えええけけれれれどどももさ次のは大切切ですすとまが はい、終止形は覚悟です。意味は思われるです。つなげてみましょう。前後不覚に思われる。状況が分かってきましたね。次、けりは過去の助動詞のけりです。もうここでは省いておきます。どもは接続助詞、何々がという逆説でつないでくれますよ。 次です。さてしもあるべきことならねばえこれは細かいお話をすることもできるんですが今回はこのままこのままでいるわけにもいかないのでという表現なのだと、えー、覚えておいてください。なくなく首をぞ回転げる、はい。これは話し言葉なのでこのようになっていますがもともとは、はい「かきてける」。 と切ることができるんですね、えー、そしてゾがありますねけるがありますね係り結びの法則が起きていますで、ゾの結びは連体形ということですそしてけるもともとの形はケリですね過去の助動詞のケリ な何何したとなりますので泣きながら首を取ってしまったとなりますさあここから熊谷の嘆きが始まりますもうちょっとですから頑張りましょう口をかり悔やまれるという意味です武芸の家に生まれずそう打ち消しの助動詞の図ですねな何何ない 何とは、どうしてという意味です。どうしてかかる。このような。浮き目はつらい目と訳しましょう。さあ、そして皆さんはこの見るべきのべきに着目できていることと思います。 はい、水流の助動詞、ベチです。何何だろうとなります。ではなぜベチではなくてべきなのか気になりませんか係り結びだうん。そうかもしれませんが係助詞がないんです。ぞうなんやかの何かがないといけませんが何もありません。ですからこれは違うんです。係り結びじゃありません。秘密は何とてが握っています。 この何とてはどうしてですが、最後にべきで終わるんです。はい。どうして何々だろうか。いや、そんなはずはないだろう。という意味になります。はい。最後です。情けのもは非常にも。そして、まつる。出てきましたね。健常です。お何々申し上げる。えー、おうち。 申し上げるものかな次の書きくどきは繰り返し嘆いてという意味です袖を顔に押し当ててさめざめとぞなきいたるはいこの命に着目ですもともとはいるという動き言葉なんですね ただ今回は上に「泣く」という言葉がついています。ある他の動き言葉動詞とセットで使われる時はずっと何何し続けるという意味になります。そして「たる」は完了の助動詞の「たり」です。ですから「何何した」というのがいいでしょう。さあ この古文漢文の講座、第1章、歴史的金遣いから今まで続けてきて、一番長い動画になっています。よく頑張ってきましたね。次のジャンプ編で現代語訳していきます。ホップステップジャンプと乗り越えることによって、きっと皆さん学校の定域テストでも自信持って、この熊谷の次郎直さねの問題を解いていけると思いますよ。 では、平気物語、熊谷の二郎、直さねステップ編。以上です。